ただきます。お互い無事で何よりだ。なんとか採用にたどり着けたようだな。ああ、この先に。今のは？ええ、間違いありません。
どうやら最後の大取りみたいね。やれやれ、ついにラスボス戦かな。 XRC、 ここまでよくついてきてくれた。もう時間もあまりない。覚悟を決めたら早速突入するぞ。はい。ああ。交代するわ。突入開始。気を引き締めていくぞ。おう。攻撃に使うつもりか。化け物が。絶対に負けられません。ええ、放置すればあれは第二の災厄を起こす。ここで確実に止めなくてはならないわ。あんな悪夢は二度と繰り返させねえ。何よりも俺たちの町を、大切なものを守るために、今こそ全ての元凶を打ち砕いてやる。作戦開始。目標を撃破する。死力を尽くすぞ、エクサルシー。おう。
シュルフェコシュルフェコ、まだまだこれからだ。今よ、頼むわ。助け立ちするぜ。属性がコロコロ変化してきやがる。ならば有利な属性を見極めつつ迎撃するがいい。シュート、ありがとう。シュート、シュート、シュート、まだ追いつける。了解だ。おい、沖坂、沖坂、聞こえるか？時坂君、ここ？よかった。二人とも大丈夫そうですね。イカイカは？先ほど無事に収まった。やれやれ。戻ってきたら気を失っていたから心配したぞ。ま、かなりの死闘だったし仕方ないかもしれないが。その割に先生はピンピンしてるっすね。まったく、どんだけタフなのさ。確かに。さすが軍人ってところか。それで、あの落とし子は？あそこだ。破片は奴を封じ込めていた機動核のフレームだ。1836時点で異界反応の完全消滅を確認した。そうですか、よかった。本当にありがとう。お前たち、五郎先生、お前たちのおかげで全てに片をつけることができた。これで10年前をやっと終わらせることができる。あ、そっか、よかったね先生。これで森宮市に潜んでいた真の元凶は消え去った。今後は異界化も滅多に起きなくなるはずよ。 XRC の目的ようやく果たせましたね。そうか、これで終わりか。え、お疲れ様。ちょっと寂しい気もします。そうですね、得難い経験でしたし。まあ退屈はしなかったかな。せっかくだ、どこかで打ち上げでもするか。賛成賛成。トワ先生やスピカのみんなとかも呼んじゃおっか。スピカはまずいだろ。確かにしおりやりょうた、ジュンも呼びたい気分だが。にぎやかだな。頼もしい若者たちですね。
サンサもお疲れ様でした。ああ、お前たちもな。おかしい。どうした？先ほどから静かだな。夕闇の気配が消えていない。夕闇の気配？それってオルデンの刻印騎士ならではの霊感？確かなのか？わからない。だが、ちょっと待って。すべての元凶はちゃんと倒しました。呼んで。おっと、びっくりさせないでよ。誰からだ？しおりだ。もしもし、どうした？母ちゃん。おいおい、しおり、寝てなくてもいいのか？まだ熱があるんならちゃんとベッドで。こちらは地上300メートルの展望フロアとなります。日が沈む光景をどうかお楽しみください。おい、しおり、お前ひょっとしてアクロスタワーにいるのか？起きるわけが。彼女だったとは。